さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。26回目の今回は、現役時代は多くの伝説を残し、指導者としても名コーチと称された選手の紹介になるよ。その選手とは、西武で選手として、コーチや監督として様々な球団を渡り歩いた、中西太選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。中西太、1933年4月11日生まれの87歳で、香川県高松市出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、監督、解説者、評論家を務めたよ。現役時代は数多くの伝説を残す強打者であり、現役引退後は数多くの打者を育て上げた名コーチとして知られるよ。中西は高松一高時代は本塁打を量産し、怪童と言われていたよ。甲子園には三塁手として3度出場。1949年春の選抜は準々決勝に進むが、小倉北高のエース福島に完封負けを喫するよ。そして同年夏の選手権は、準決勝で佐々木のいた湘南高に、延長10回にサヨナラ負けを喫するよ。1951年夏の選手権は準決勝に進むが、優勝校となる平安高の清水、上市のバッテリーに抑えられ3対4で惜敗。この大会では岡山東高の秋山らから2試合連続でランニングホームラン、計6打点を記録したよ。同年の広島国体では準々決勝で宮古島高と対戦、延長21回の熱戦の末に0対1でサヨナラ負けを喫したよ。国体出場後、高校卒業後の進路について飛び頼り早稲田大学進学を勧められ、見学のために上京。この時に同郷、香川の先輩である西鉄ライオンズの三原治監督と出会ったよ。三原は貧しかった中西の早大進学の費用を西鉄が出す代わりに、卒業したら入団するように約束をさせたよ。しかし、毎日オリオンズの若林監督が、毎日新聞高松支局長を伴って中西の兄を抱き込み、契約寸前まで行っているとの連絡が入るよ。三原はすぐさま中西の家に向かい、西鉄側には高松駅高野球部講演会や、市会議員までが出てきて入団を後押ししたよ。最終的には、郷里の先輩を信じるのが一番良い。という母親の決断により、西鉄入りが決まったよ。この時、早大進学の夢が打ち砕かれ、プロでやっていく自信のなさから、決定の瞬間に中西は大声を上げて泣いたそうだよ。1952年に西鉄へ正式入団すると、開幕から7番打者、三塁手に抜擢され活躍。プロ初本塁打はランニングホームランであったよ。同年は打率2割8分1厘、12本塁打で新人王を獲得したよ。1953年には、7月から4番打者に座り、トリプルスリーを史上最年少で達成。そしてベストナインに選出されたよ。1953年は大英の30本と、近鉄の31本、1954年は近鉄の27本と、チーム本塁打を個人で上回っていたよ。大下、豊田、関口、高倉、河野らと形成する強力打線は、流線形打線と呼ばれ、1954年に球団初のリーグ優勝を飾るよ。同年の中日との日本シリーズでも、25打数8安打3打点と活躍。稲尾が入団した1956年からは、水原監督率いる巨人を相手に、3年連続日本一という黄金時代を築き上げたよ。そしてこの時期に、三原の長女の元へ婿入りし、三原の義理の息子となっているよ。1956年の巨人との日本シリーズでは、第2戦に安原、第4戦に中尾から本塁打を放つよ。1957年の日本シリーズでは、21打数5安打1打点とあまり活躍の場はなかったよ。1958年までは常にタイトル争いに加わるほどの打棒を誇り、日本シリーズでは、第5戦から3試合連続本塁打を放ち、本領を発揮したよ。1959年に小玉に利き手をスパイクされて負傷。さらに1960年には左手首に腱鞘炎を患い、満足なスイングができなくなり、常時出場は困難になるよ。1961年には回復が見られ、主に一塁手として78試合に先発出場、打率3割4厘、21本塁打を記録。しかしベストナインには、9試合のみ起用された三塁手として選出されたよ。1962年からは西鉄の選手兼任監督に就任。再び怪我が悪化し開幕から欠場、28試合の先発にとどまるよ。同年オフにはトヨタが国鉄スワローズに移籍したよ。監督2年目の1963年は開幕から一塁手として出場。チームも好調を維持し、トニー・ロイ、ジム・バーマ、ジョージ・ウィルソンら、三重士が活躍。和光、畑、田中、阿部、井上ら若手投手の奮闘もあり、難解と熾烈な優勝争いを繰り広げるよ。最大 14.5 ゲーム差を追い上げて、最後の4試合に全勝し、劇的なリーグ優勝を決めるよ。そして、同年の日本シリーズでは、巨人に3勝4敗で敗退したよ。1964年からは代打での出場が主になる。
チームは稲尾故障で欠いたため、5位へ転落。同年オフの退団となった、若林ヘッドコーチの処遇をめぐりバッシングを受け、若林に成績不振の責任を取らせたと、マスコミからの非難を浴びたよ。実はこの時、若林退団の真の理由は末期癌のためであったが、若林の家族の意向から、その事実は本人にも伏せられ、真相は中西と若林夫人しか知らなかったそうだよ。自らの病状を知らない若林は、中西が見舞いに来るたびに、自分はもう大丈夫だから、現場に戻してほしいと語っていたというよ。それがもはや叶わないことを知っていた中西は、涙が出るほど辛かったと後年に回想しているよ。1965年は、ルーキーの池永が20勝で新人王を獲得したほか、稲尾の復活もあり3位で A クラスに返り咲くよ。1966年は稲尾がリリーフに転向し、最優秀防御率を獲得。同年9月30日、中西はこのシーズン5本目の、代打本塁打を記録するが、これは自身通算10本目の代打本塁打であり、大館の当時の日本プロ野球記録を2つとも更新しているよ。1967年は宮寺を正捕手に据えたため、和田を外野にコンバート。池永が最多勝を獲得し、2年連続で2位となったよ。1968年は、猛打に私鉄復活を狙って、高木、広野を獲得。東田、竹之内の台頭もあったが、5位に終わるよ。1969年は宮寺に代わって、村上が正捕手となったが、チーム打率最下位、チーム防御率5位という散々な内容で、2年連続で5位となるよ。広野が20本塁打、村上が14本塁打を放ったよ。同年に中西は現役を引退し、監督も退任。同年10月に発覚し、西鉄の選手も関与していた八百長疑惑事件、いわゆる黒い霧事件についての、道義的責任を負っての辞任でもあったよ。中西が付けた背番号6は、将来有望な選手が出るまでの保有決番とされ、1973年、西鉄が身売りした際に、監督の稲尾の推薦で、菊川が33から変更してつけたよ。引退後は、1970年は TBS 解説者を経て、1971年から1973年までヤクルトアトムズヘッドコーチ、1974年から1975年まで、日本ハムの初代監督に就任したが、2年連続再開で解任されたよ。代表取締役社長兼球団代表の三原は、初回ランナー出た場面で、バントのサインを出した中西の采配を見て、監督の器ではないと思ったというよ。1979年から、阪神一軍打撃コーチに就任、1980年途中、監督のドンブレイザー辞任に伴い監督へ昇格したが、5位に終わるよ。1981年は3位になるも同年に退任。コーチ時代から折り合いの悪かった、江本との確執が修復不能なほど悪化し、引退に追い込んでしまうよ。1983年から、ヤクルト一軍ヘッド兼打撃コーチ、1984年4月には、竹上監督辞任に伴い監督代行を務めるも、体調不良と成績不振のため18試合で辞任するよ。1985年から1988年までは、近鉄一軍打撃コーチ、1989年から1990年同球団ヘッドコーチ、1992年は、巨人一軍打撃総合コーチ、1994年は千葉ロッテヘッドコーチを務め、シーズン途中からは八木沢監督の後を受けて、監督代行を務めたよ。手腕が評価され翌年からの正式就任を打診されるも、年俸などの条件が折り合わずこじ。1995年から1997年まで、オリックスブルーウェーブヘッドコーチ、1999年から2001年まで、ヤクルトのバッティングアドバイザーを務めたよ。また中西は指導者生活の合間を縫って、毎日放送、九州朝日放送解説者、日刊スポーツ評論家を務めた。1999年には野球殿堂入りを果たし、2000年からは日刊スポーツ評論家を務めたよ。近鉄コーチ時代は、盟友、監督の扇とタッグを組み、1989年のリーグ優勝に貢献。オリックスコーチ時代には、扇と再びタッグを組み、リーグ2連覇と1996年の日本一に貢献。2007年2月には、メジャーリーグに挑戦する愛弟子の岩村の自主トレを手伝い、中西自らバッティングピッチャーとして登板したよ。岩村も、こんな元気な70代の人はそうはいないですよと、驚くほどであったそうだよ。また、中西自身の座右の銘である、何クソは、オリックス、ヤクルト時代の教え子である田口や、岩村に受け継がれ、その影響は田口の著書の何クソ日記や、岩村のブログのタイトルに見られるよ。2007年10月、現役時代のユニフォームやトロフィーなどの資料49点を、ふるさとの高松市に寄贈。2008年4月26日より、高松市松島町の高松市民文化センターで公開されていたが、2012年3月11日限りで建物が閉館となったよ。
その後、市民文化センターの後継施設として、2016年11月23日にオープンした、高松市子ども未来館駅階の、市民交流ゾーンに、街道中西太子コーナーが改めて設置されているよ。2008年の第90回全国高等学校野球、選手権記念大会開会式前に、甲子園レジェンズの一人として登場。2018年には、第100回全国高等学校野球選手権記念大会、香川県大会と本大会で始球式を行ったよ。2019年4月2日、メットライフドームにて、パリーグ本拠地開幕戦で始球式を行うよ。これはライオンズ埼玉移転、40周年を記念して招聘されたものだよ。そして、ここからは選手としてのエピソードを紹介していくよ。中西の愛称は太さん、あるいは太だったんだけど、非常に運動神経に優れていたことで知られ、本人も、私は農耕民族だからといい、その足腰の強さは特筆ものであったよ。相撲好きであり、関脇の鶴ヶ峰と非常に仲が良かったため、よく井筒部屋にて稽古に出かけていたそうだよ。しかも10両ほどの力士であれば、軽くあしらって買ってしまうこともあったほどで、鶴ヶ峰は、中西さんは相撲の世界に入っていても、間違いなく幕内までは軽々行ったと思うと述べているよ。荒くれ者の西鉄の武士軍団の中心打者で、豪快な打撃とその風貌から勘違いされやすいが、性格は繊細で真面目で人一倍練習熱心だったそうだよ。宿舎で同部屋だった稲尾は、毎日、夜、寝る前に部屋でビュンビュンとバットを振る。振るたびにすごい風圧で、ガラス窓が割れそうになるので怖かった、と振り返っているよ。またその練習のしすぎが腱鞘炎の原因の一つとも言われてるよ。腱鞘炎で試合から遠ざかっていた選手兼任監督時代、試合前にバックネットの前で素振りをしていると、スタンドのファンから大声で、中西、試合に出んかと、ヤジを飛ばされ、中西はそちらを見ることができず、横にいた記者に、どんな奴が怒鳴ってると、素振りを続けながら尋ねるという、やや気が小さい面が見られたよ。中西は優先形打線の中核を担ったが、一番打者の高倉が二塁打を放つと、気が強くチャンスに強い二番の豊田に、豊、返しとけよとつぶやくこともあったそうだよ。豊田が守備よくタイムリーを放ち先制点を取ると、中西も重圧から解放されその後の打席は打棒が爆発し、一番の高倉から三番中西までで、試合を早々に決めてしまうこともままあったそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、怪我をする前までは成績を残していたのが、怪我一つで、その野球人生が大きく変わってしまった選手の一人だということが分かったよ。選手兼任監督や監督を長年務め、様々な経験を経ていても、選手との折り合いがつかなかったり、逆に尊敬されたりと、人間関係ってのはよくわからないものだね。まあ、うく主も社会人だからそういったこともよくあるんだけど、話が脱線してしまったので今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。